おはようゴンザレス、パラレルです。さあ、2017フュージョンの2ボックス目開けましょう。さあ、よいしょ。はい、1パック目です。おお、これはデスパイネ。はい、ホームラン王でしたね。すごいですね。ロッテからホークスに移籍して1年目でホームラン王ですね。お、これは広沢選手ですね。はい、おお、近藤慎一ですかね。新一選手ですね。ノーヒットノーランだったということですね。お、若松さんですね。シーズン2本の代打サヨナラ弾。ああ、これ1977年に記録してますね。はい、2パック目いきます。行きましょう。始球式カードが出ましたね。あ、これ知ってますよ。スーパーガールズの方ですね。渡辺小梅さんですね。はい、いいですね。いいカードが出ました。はい、どんどん行きましょう。則本投手。お、これは谷本投手ですね。日本ハムから今年途中に中日に移籍した選手ですね。で、はい、インサートはロペスの100ホーマーですね。100ホームラン。はい、3パック目です。お、ゆうへいですね。お、大谷の打撃の方のカードが出ました。これ1ボックス目開けた時に投手版が出てるので、これ多分パラレル版ですね。パラレルと言いますか、シークレット版ですね。なるほど、いいとこ引けましたね。これはいいですね。はい、まあ、大谷選手の直筆サインは今回は入ってない、ラインナップされてないんですが、まあいいでしょう、しょうがないですね。お、バレンティン。はい、いいの出ました。これのパラレル版引きたいですね、サイン版ね。はい、5パック目です。お、柳田選手ですね。お、鵜久森選手ですね。代打さよなら満塁弾。4月2日ですね、2017年。はい、はい、さあ次、真ん中のパックいきますよ。お、いいですね。剛力彩芽さん見えますかね。スワローズのユニフォーム着てますね。今年はね、94敗でしたっけ、スワローズね。いけませんね。あ、岩下さんですね。はい、ヤクルトの選手でした。はい、菅野投手、モイネロ投手ですね。で、あ、来年から監督になるロッテの井口選手ですね。250本塁打。はい、いいカードですね。真ん中のパック2パック目です。はい、ラミちゃんね。大島。はい、お、なんかいっぱい入ってますね。はい、じゃあ次行きましょう。
3パック目ですね、真ん中のパック。はい。もうマレーロ、出ましたね、10万号。これも確か、シークレット版が存在するので、置いときましょうね。はい。あ、これは、レジェンダリープレイヤーの小林正秀ですね。はい、光ってます。はい、次行きましょう。両打ちで初の通算200号、松永ひろみ選手ですね。はい、大英の選手でした。山本昌。はい。お、稲村亜美の、これは、100枚パラレルが出ましたよ。これは熱いカードですね、また。激熱ですね。はい。いいですね。はい、桑原選手ですね。今年、頑張りましたね、ベイスターズで。はい。このカードは先頭弾と満塁弾を7月1日に記録しているということですね。で、マギー選手ですね。リーグ記録のシーズン48二塁打。素晴らしいですね。マギーは本当にいい選手ですね。でもね。お、石川投手出ました。球団最年長で開幕勝利。あ、これもシークレット版があるんですよね。比べてみますか。はい。どちらがシークレット版なんでしょうか。後で調べたいと思います。はい。いきます。はい、じゃあ、最後の段いきますか。1パック目。アマダ。はい、3打席連続本塁打。はい、最後の段の2パック目です。お、荒井選手ですね。あら、なんか真ん中から光ってますね。ああ、金サインだ。これは、岩瀬投手の50枚限定金サインパラレルですね。これが出ちゃったってことは多分直筆が出ないってことですね。あちゃー。あと3パックです。はい。はい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 。これは誰ですかね。新人左腕が2桁15勝。太陽ホエールズの鈴木隆投手ですね。はい。1958年。はい。大谷投手。お、長嶋さん引けましたよ。やりましたね。はい、じゃあ最後のパックです。おお、中台達也さんですね。はい、始球式カードです。こんなのも入ってんですよね。はい。あー、リベロが弾けなかったですね。アップデート版のリベロが弾けませんでしたが、最後に出てきたインサートは松田選手、ソフトバンクの、200本ですね、本塁打。はい、以上でした。やっぱレアカードは、シリアル入りのレアカードはボックスに2枚ぐらいなんでしょうかね。はい、直筆は出ませんでしたが、面白かったです。さようなら。